じゃあ雲に行きますね。まずまっすぐの位置を書きます。そしたら雨冠を書くので、ちょっと外に開いて、中心よりも少し右が広い方がいいかな。中心から縦を持ってきたら、この線は3分の1あたりを通ってきます。で、4つの点をバランスよく、ここの空きとかを揃えて、そしたら下の部分を描きますね。沿って、伏せてで2倍ぐらいね。で、中心からカタカナの「ム」を描いていきますね。で、閉じた時にこの上の部分と下の部分を、まあ、ほぼ同じぐらいで描いてますけど、下側もちょっと狭くても大丈夫。